私は今皇居にある調和殿で手を振ってる。私たちのためにたくさんの人が日の丸の旗振っている。隣にはお前が立っている。一緒に笑顔で手を振ってる。こんな人生にお前を巻き込んで申し訳ないやらありがたいやら人を憂う、国を憂う、日々を憂う、人生せなかった。沖縄よとサイパンを旅した沖縄の人、韓国の人、反日運動を反対された。海に向かって崖の上に立ち、この私にできることは私はただ祈ることしかできないけれど、人を憂う、国を憂う、日々を憂う、人生を私たちに手を振る。みんなへ私からの贈り物は、この公共開放して公園にすること。その願いはまだ叶ってないけど、いずれ命が尽き果てた後に私はどんな象徴として残るのだろう。もしも叶うなら争いのない平和の象徴として私はありたい。歩いてきたのだろう。お互い白髪が随分増えたな。初めて会ったテニスコート、あの日のことは美智子今を覚えているよ。